ティーチャークーバー、なんか入金あったらしいじゃないですか。入金おめでとうございます。寒いっすね。そうだ寒い。ちょっとね、風がビュービュー吹いてるんで、すいません、あのマイク持ってこなかったんで、内蔵マイクだからね、ちょっと風がビュービューいってるかもしれないですけど、いやー、まあビジネスはあれじゃないですか、やっぱ本当に久保さんが言う通り、新規かリピートですよね。例えば、まあ、新規がゼロだったら、まあ、そもそもリピート云々じゃないですか。で、逆を言うと、新規がちょっとでもリピートもし 100% だったら、例えば10人が一生リピートしてくれたら、それでもまあ、飯食えるわけじゃないですか。で、その単価がね、例えば1人当たり30万、毎月30万リピートしてる。で、毎月300万じゃないですか。毎月10名が毎月30万をリピートする。例えば、フェラーリのサブスクとか30万ぐらいだと思うんですけど、どうですか？フェラーリのローンって30万ぐらいですよね。まあ、ものによると思いますけど。いや、フェラーリの、10年ローンですか ?20 年ローン。10年ローンぐらいで、10人が毎月30万払ってたら、まあ、300万入ってきますね。まあ、でもフェラーリの場合は、物売ってるんで、原価ありますから、あれなんですけど。まあ、ぶっちゃけその、リピートがあれば、リピートとあと単価次第では、少なくてもいけますね。少なくてもいける。まあ僕はもうほぼリピートですね。新規はだいたい割合的には新規にリピート8とか、割合的にはそうですね。新規2でリピート8ぐらいじゃないですか。で、あとはやっぱね、あれなんですよ。スモールでやるっていうのが大事じゃないですか。スモールでやって利益が高いビジネスをやる。これがやっぱ生き残っていく。まあ、そんなにね、マネの虎みたいな社長みたいにでっかくはならないかもしれないですけど、まあ自分が飯食っていく分ぐらいは生き残れるかなっていう、スモールにやって利益が高いビジネスですね。だからまあ僕は情報ビジネス、コンテンツビジネスをずっと続けますけど、その理由はまあ生き残るためですね。生き残るためというか、自分が自由にこうまあやっていくためにね。まあ YouTube 活動に関しても0円でできるし、そのいいんですよ。コスパいいんですよ。これ iPhone で撮ってますけどね。僕の場合、ノー編集でこのままですから。まあ、非常に楽ですね。労力かかんない。これ2分っていう労力だけですよ。まあ、あとはすいません。パソコンに、僕はパソコンからアップするので、パソコンにちょっと転送してアップする。まあ、それは労力とは言わないと思いますけどね。まあ、あとタイトルちょっとつけるぐらいですから、これは。だからできるし、iPhone あればどこでもできるし。やっぱね、あれですよ。本当にちっちゃくおすすめします、ちっちゃくが。でもね、僕嬉しかったのが、なんかガナリさんに会えたの嬉しかったですね。当時その、ガナリさんが YouTube 始めてなかったら僕多分できてないので、会えてないんで。当時ね、マネの虎でガナリさんが出てて、なんかね、やっぱね、アダルト業界の人が表に出るってあんまなかったじゃないですか。だからなんかすげえインパクトあってね。で、結構的を得てることをガナリさんに結構言うんで、だから生活倉庫の堀之内さんとガナリさん好きだったんですけど、まあどちらかというとやっぱガナリさんですよね。だ、生活倉庫の堀之内さんはそのストーリーがね、ホームレスから成り上がったっていうのがあったんで、まああれが結構好きだった部分ありますけど、そう。まあそう、ガナリさんが YouTube 始めてね、で、悩み相談みたいにやってるわけじゃないですか。で、有料で会えるぞ、みたいなね。中野のソフトオンデマンドの本社のビルに行って、目の前にガナリがいるんですよね。あれは、ほんと YouTube やってなかったら、僕、会えないですよ。テレビのブラウン管の向こう側にいた人が目の前にいるみたいなのはなかったんで、ほんとありがたいですね。そう。まあ、2時間ぐらい差しで喋ってね。2時間半だったかな。結構ずっと喋ってましたね、ガナリさんね。まあでもあれはすごく僕は良かったですね。はい。だからまあビジネスで生き残っていくためには、スモールでやって利益率が高い、なおかつリピートがちゃんとされているっていうところですね。で、割合的には僕の割合でも十分だと思います。要はとにかくリピートされてるってことが大事ですね、本当に。で、そうすれば、その新規、だ一番ビジネスで大変なのって新規を取ることなんですよ。だから新規を取るために、大企業さんとか企業さんも広告とかね、チラシとかばらまくわけですよ。
だから新規が大変なんですよ。でも新規をいっぱい取ったとしてもリピートがなかったらずっと新規で広告分回さないといけないから、だから例えばその久保さんが昔麻雀店をやってました、でチラシを1万枚2万枚3万枚配ります、で来てくれました、でも離れていきます、また新規を取るためにまたチラシを2万枚3万枚4万枚5万枚もうずっと巻き続けないといけないですよね。ただしそれがもうずっとリピートしてくれればそのうちもなんだチラシ巻かなくてもよくなるわけですよ。だからここのランニングコストっていうのは非常にあのリピートが増えると全くそのかからなくなってくるってことですね。うん、あこれがねまあ大事ですね、生き残っていく上で。これはね店舗ビジネスも一緒だと思いますよ。うん、だから要は一時期そのブレイクしてね、なんかお客さんパーって来たとしても、でそのブレイクしたからっつってその多店舗展開して、でブレイク下がった途端にまあリピートはちょっとあるんだけど、リピートの割合が少なくて、要はブームだから来てた新規が多くて、ブームが下がったらリピートじゃないみたいな、まあ、そうすると店舗数増やしてるんだけどもリピート全然ないからもう新規取れないみたいなね。その新規っていうのはブームに乗っかっただけの新規であって、ここがね結構ねあるあるですよね、破滅する、はい、以上です。